使うか、もしかしてシステムトイレ使う？これ使ってくれたらかなり楽になるんだけど。もしかして使ったのかな？あ、おしっこしてる。おしっこしてるね。間違いない、これ子猫のおしっこだよ。うちの大人猫たちはこの位置におしっこしないもん。じゃあもうシステムトイレ使えるんだね。そうしたらちょうどいいや。はい、というわけでどうもね、子猫たちが、まあ一匹ですけど、向こうのね、大人猫のシステムトイレを使ったみたいなんで、ちょうどこちらね、まあこれ100均で買ってきた水切りトレイで、子猫たちを保護して以来ずっとトイレとして使ってるものなんですけど、こちらの砂がね、ちょうどこれで終わりで、こっちの砂にね、切り替えようかなと思ってたんですけど、猫たちが成長して、このトイレのサイズ感も合わなくなってきたんで、まあ、こちらね、このコンテナに変えて、まあ、使おうかなと思ってたんですけど、まあ、これはこれで、とりあえず使って、あとね、システムトイレをね、使ってくれたら、トイレのお世話がだいぶ楽になるんで、ちょっとね、両方置いてみようかなと思います。で、システムトイレ使ったことがない方も多いと思うんで、簡単に説明したいと思うんですけど、まずこれはね、ニャントも清潔トイレっていうシステムトイレで、あとは他社メーカーさんのデオトイレっていうのもあるんですけど、まあうちはね、このニャントも清潔トイレの、このタイプ、旅行行く時のためにね、うちは2匹の猫に対して6個これうちにあるんですね。6個で、まあこれ自体はちゃんとこれ全部洗浄して、砂もこれ新品で、新品だから触れるんですけど、新品で、あと中のこのシートとかもね、シートの下に、まあ、これ引いてるんですけど、このマットもね。でうちちょっと使い方が他の人と違ってて、まあこれは純正の尿を吸収するマットなんですけど、その上にね、これ他社メーカーさんの1日交換のね、白いシートを敷いて使っていて、まあこれ使うとね、尿の色が見てわかるんで、健康状態のチェックにね、すごくいいんですけど、で普通のトイレとシステムトイレ一番の違いは何かっていうと、この猫砂がね、水分を吸収するかしないかが大きく違ってて、まあ普通のトイレの猫砂だと、まあこれ書いてあるように、猫さんがおしっこをしたら固まって、その塊のままスコップですくえるじゃないですか、まあ、皆さん多分ご存知だと思うんですけど、ただシステムトイレの場合はこれはね、水分を吸収しないので、猫さんがおしっこをしたらそのままね、尿が下に落ちるようになってるんですね。それで落ちた尿がこちらの、まあ、トレーに敷いてあるこういう尿を吸収するマットとか、あとはこういうシートに吸収させて、まあ、これを丸めて捨てると、袋に入れたりして。まあだからね、砂自体の単価はこっちの方が若干高いんですけど、こっちと違ってね、こっちは水分を吸収しないので、このまましばらくね、使えますんで、まあうちなんかだと数週間に1回はこれ全部丸ごと洗うんで、砂も全部交換するんですけど、何しろね、尿のお世話がすごく楽なんですよね。まあこれは1日交換ですけど、ニャントも清潔トイレのそのメーカー品のシートだと、もう1週間交換いらずで、1週間に1回シートをこれ丸めてね、袋に入れて捨てるだけなんで、基本的には。だからね、尿のお世話で言えば、もうね、断然こっちの方がね、手間がかからないんですよ。楽なんですよね。で、ただ、このシステムトイレをこの部屋に普通に置いちゃうと、まあ、ボス騎士がね、この部屋しょっちゅう入ってくるんで、今も入ってきたけど、ほら。多分ね、この子が使っちゃうと思うんで、ボス基地のね、大きいうんちがしてやったらちょっとみんなびっくりしちゃうんで、このね、子猫ハウス、これも、まあ、子猫たち入れても出ちゃうんで、もう意味ないから捨てちゃおうかなと思ったんだけど、これをね、トイレハウスにしようかなと、どこか入り口作って。
まあボス基地も多分飛び越えてまで入ってするってことは多分ないと思うんで。ね、坊ちゃん。ダメだよ、坊ちゃん。しちゃダメだよ、坊ちゃん。ね。ちょっとね、今からこの段ボールハウスに入り口を作って、中にこのトイレを置きたいと思います。で、こっちのトイレはね、もうこれで終わりで、このコンテナと、こっちのシステムトイレを両方そのトイレハウスに入れたいと思います。そうしたらこの、ああ子猫たち来ちゃった。そうしたら入り口これ剥がしたいけど、多分剥がしたら汚くなっちゃうからこの辺にしようか。高さは大丈夫だよね、入れるよね。まあもうちょっと大きくなっちゃったらあれだけど、これ以上大きくなっちゃったらボス基地が入っちゃうからな。この大きさじゃさすがにちょっとボス基地入りそうだもんね。入っちゃうね、ボス基地ね。こっちの大きさだと結局これと同じだから、ほとんどいいか。とりあえず今はこれで入れるんで、入れるうちはこれぐらいでいいかな。でなんか入るのが厳しくなってきたらまたその時は確証すればいいだけだからね。子猫たちの成長を見ながら、はい、ありがとう。そうしたらこうしようかな。よし、 OK、 入り口完成。これで子猫たちが中に入れるようになりました。まあボス基地もその気になれば入れちゃうけど、まあ子猫たちのトイレハウスだってわかるだろうから多分入りはしないでしょう。これでこれをやっぱりこっちでいいや。黒豆ちゃんミニトイレで最後のおしっこです。もう今日でそれ最後だからね。そうしたらもうこれはいいや。これを取ってシートを敷いていって、よし、いいかな。白豆ちゃんも最後のトイレです。すっかりこのトイレ狭くなっちゃったね。あー、最後のトイレうんちっぽいな。これ最後のトイレは、うわわわわわわわ、何やってたって、もう、あらららららら、そうしたらこっちのトレーよりも一回り大きいこのコンテナに今度はね、ヒノキの砂を入れたいと思います。一袋全部は多いかな。こんなもんかな。こんなもんでいいや。よし、そうしたらこっちの小さいトイレはもう終わり。ありがとう水切りトレートイレ。そうしたらこれをここに置いて、で隣にシステムトイレ、よし、横幅ぴったり、すごいね、測ったようにぴったりだね。で一応まあこれだけあればね、トレーも全部は引き出せないけどこれだけ引き出せれば一応交換はできるんで、これで子猫たちのトイレハウス完成です。ほら、新しいトイレこの中にあるんだよ。入ってみな。ほら、新しいトイレ。
クロミちゃん。ほら、入ってごらん。入った。トイレあった。トイレあったね、クロマムちゃん。新しいトイレだよ。こっちはシステムトイレ。やっぱりまだ少し高いけど入れるかな。どう？入れそう？白豆ちゃんも入りました。上手にトイレできるかな。さっきおトイレしたばっかだからさすがにまだしようとはしないか。でもトイレの場所分かったでしょ？ね。じゃあとりあえずしばらくこれで様子を見たいと思います。ちゃんと使ってくれるといいな。で、まあこっちはさ普通の猫砂なのね、うん、でこっちシステムトイレだから、うん、今日向こうのシステムトイレでさ押し越したからさ、お利口だ。だからもしかしたら使うかもしれない。すごい。あ、入った入った入った。使うかな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 。ちょっと高さがさ高くなったからさ、うん、だからまあ入れなくはないだろうけど。これ置く直前にトイレしたから2匹とも。あ、使う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 。初トイレ、砂もちょっと今度ヒノキだからさ。あ、使った使ったー初トイレ。お利口だね。お利口だな。あ、こっちほらほら。あ、お利口だな。今度システムトイレ。今度そっちでするの。さすがに2回はね。お利口だね、お利口だね。お利口。やったー、よかった。とりあえず成功。お利口だね。ボブ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 。あとはシステムトイレ使ってくれるようになれば自然に。同じヒノキだから。お利口さんだね。ちゃんとおしっこできたね。まあ問題はさ、これボス基地が入んないかなんだけどさ、まあ大丈夫だよねきっとね。どうする、尻がそこで使えてたら。だからこれわざとこれでさ中入れたから、その辺置いたらさ絶対しちゃうから何回も入ってくんじゃん。あれじゃあ競馬のさ障害物のようにこうやって飛び越えてそこで。でも猫ってこうやって開いてると入りたがっちゃうんだよね、うん。だから坊ちゃんがこの前通った時に頭突っ込んでもしかしたら入ろうとするかもしれないけど、でもこれだったら多分入れないだろう。とりあえずおトイレハウス完成です。完成で成功です。あ、痛い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 。登ってくるんじゃないって。ほら、わかったわかったわかった。今あげるからほら。痛い痛い痛い。本当痛いね。痛い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 。
ああ